お、やった。1000、ランク1000以内入りましたね。997位に入った。ようやく来ましたよ、これ。1000番台から食い込みましたね、ついに。いや、1位の壁が厚すぎて。トップ100には入れるかな。3万点か、経験値。いや、4倍必要ですもんね。エルフルトからホルン、ボーンですね。ちょっと長距離系か。さっと。お、エルフルトなんか最初遠いな。15キロも離れてる。結構離れてますね、今回。おー、テーマパークがあるっぽい。見てみたいけどな。あ、イルミネーションある。やっぱこれ、この時間帯だとあれなのか。ちゃんとイルミネーション出てますよね。あ、やっぱこれ、この日だけなんだな。サンタ。イブの夜だけ、サンタトラックが走ってるっぽいですね。よし、行きましょう。ちょっと。もうこの時はぶつけても何してもいいのか。お客さん乗せてなかったら特に違反しても何も捉えないですもんね。何やってんだ、あの車は。はい。早く。あー、次のターンでいけるかな。って言って、あ、もう止まりたくない、これは。はい、こう左でまた左か。危な、ちょっと近づきすぎたかな。普通にイルミネーションあるな。早くサンタバスも見たいですね。サンタバスじゃない、サンタトラックか。危ない。ノー。ちょっと待って、スピード出しすぎた。なんかドームみたいのがある。駅前か、これ。あ、綺麗ですね。なんだこれ、クリスマスツリーあるじゃないですか。すごいすごい、クリスマスツリーだ。いいですね。よし、あ、いっぱいいるな。30センチ以内ですよね。見えないんだよな、これ。これぐらいかな、感覚的には。はい、これで開けて、いやあれ、ちょっとツリー見に行ってもいいから一瞬。あ、渋滞してる。ちょっと一瞬
あ、なんか音がするぞ、ここ。あ、駅だ、駅。駅舎ですね、これ。入れないけど、中。あ、タクシーのロータリーみたいのもありますね。これ行かないんじゃないですか？行かない行かない行かない。違う。いきなり違う人に当たっちゃった。はい。Fahren Sie in meine Richtung? フェンジャ。フェンジャ。いた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 。オッケー。もう、ich würde gerne ein Ticket kaufen。うん、セリン、セリンは行かない行かない。そんなとこ行かない。セリン、北側ですよ、北側。全然違う。これで最後。邪魔邪魔邪魔。もうどっか行って。演技最後の一人、OK ですね。これで全員かな。挙動不審な人がいるけど、ほっと行きましょう。おお。怖いんですけど、この人。14人か。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14人いますね。よし、行こう。これで、ようやく出発ですね。こっからちょっと長めですね、今回は。あ、なんかだいぶ低いな。400キロか。結構さーっと行かないとダメですね。で、途中パーキングやらなきゃいけませんね。最初に見つけたパーキングで入っちゃうか。あー、赤か、青か。よし。これ夜はミラーがほとんど役に立たないのがきついですね。あー、赤か。よし、来たかな。うん、全然走ってない。おっと、結構渋滞してんな。いや、これ結構時間かかりそうだぞ。いやー、この左折3回ぐらい信号待ちしなきゃダメかもしれない。加速がのろいんですよね。あ、50キロ制限。あー、すごい。あ、オービスありましたね、今。あれオービスですね。あー、これ大丈夫か、ここで。あれ、あー、これそうだ、坂道発進できないんだ、この人たち。もう最悪ですね。そこでもう忘れてた、坂道発進できないんですよ、 AI。 困るんだよな、そこで止まられると。ん？あー、早かった。失礼失礼。右側か。オフロードは別に言われなかったですね、全く。そうなんですよ、あれ坂道発進できないから、 AI が消えるまで待たなきゃいけないっていう非常にめんどくさいパターンなんですよね。あ、こっちか。70キロ制限。
よし。おおお。失礼。今のは申し訳。あ、木が倒れてる。ただこれでスピードをあまり落としたくない。はい、ここから100キロですね。もうこれで終わりなんで、あと20分ぐらいで終わるかな。順調にいけば多分もうこっからずっと高速なんで、そんな時間かからないと思います。あ、やばい、これはトレーラーの後ろは危ないですね。何が起きるか分かんないからな、トレーラーは。トレーラーは本当要注意ですね。出口か、パーキングじゃないですね。これはまっすぐと。おお、星空が綺麗ですね。トレーラーも危ない。ここまっすぐか。ほんとサンタトラック走ってないな。これリアルタイムですね。星が綺麗だ。ずっと高速なんで、そんな時間はかかんないでしょう。あー、どうなんだろう。星はリアルな感じかな。オリオン座だったら、あ、オリオン座違うか。オリオン座はわかるんですけどね。おっと危ない。早いな。わかる星座あるかな。危ない危ない、間違えた。いいですね。交通量もそんな多くないからゆったりと行ける。できればサンタトラックを見つけたい。お、これは違うか、普通のあれか。この視点じゃないと分かんないな。お、なんか止まってる。あー、捕まってるやつか。意外とこの視点でも運転できますね。危ない危ない、入ってきた。ちょっとやっぱ危ないな。危ない、ずれた。微妙なカーブですからね、ちょっと難しいな。よし、こっちが駒落ちしてないですね。多分ツイッチがちょっと不具合というか、最近調子が悪いんですよね。うまくいってないみたいですね。なんか山の上に光が見える。ちょっと待って。
なんだあれは。休憩ポイントかな。あ、休憩ポイントだな。パーキング寄れっていうやつだと思います。あ、そうですね。パーキング行きましょう。パーキングエリアとかに止まってないかな。はい。あれ、パーキング寄りですね。ああ、ここで一度チェックか。はい。だんだんさんこんばんはです。ん？なんだこれ。ああ。ん？パッセンジャー13、14人。パッセンジャーって。ああ、14人か、いいんだ。で、ここでちょっと休憩してきましょう。ここですね。おお。はい。これで、止めて、あれここで休憩したかったんだけどな、ダメなんだ。しょうがないですね。じゃあ多分なんか検問の場所だからダメってことかな。なんなんですかね。まあいいや、この先で行けばいいでしょう。あ、40キロ制限か。危ない。まあいいや。あー、時間が早すぎるまあまだ出発して間もないからあれか。こんばんはです。今度は全然車が走ってないな。あ、いつもどうもありがとうございます。読めない。なんて言うの。ファクトリーさんどうもです。また捕まってる。しょっちゅう捕まってるなこれ。あ、早っ。見えないなこれ。大丈夫か。あと300キロか。やばい、急激にリアルな眠気が来た寝ちゃいそうだこれ。危ない。よし、まっすぐですね。100キロ制限のまま。あー、なんかありましたね、ドイツの高速のやつですよね、警察の。あれ面白いのかな。地雷っぽいんですよね。ち
ちょっと見た感じ評判もすごい悪いし、ちょっと値段も高めなんで、なんか安くなった時買いたいですよね。なかなかというかセールにならないんですけどね。機会があったらやってみましょう。サンタトラック走ってないな、ちょっとはみ出ちゃってる、危な、結構急なあれだな。大丈夫か、うん、あ、ガソリンサンタここで寄ってくか、まだ早いか、でもまだちょっと早いな、もうちょい先、お、なんかウィリージャックナイフでしたっけ、なんかすごいことになってたぞ、あのトレーラーやっぱトレーラー危ないな、あんなの危ないでしょう。どんだけ軽いんだ後ろのあれは下り坂危なそうですね、あのトレーラーは。やべえ結構今日走りましたよね。そうですね、この法則、のんびり走ってると眠くなっちゃいますね。時間も時間ですからね、もう1時超えちゃったから。2台も捕まってるあの、トラック危なかったなぁ。いや、トレーラーほんと今回危ない、新しく入った AI の、うん、抜かされる、あと200、やっぱ高速走ってるとだいぶ早いですね、あっという間に距離を稼げる。いや、サンタトラック相当レアだ。3種類見つけると何かしら実績かなんかスキンとかくれたらいいんですけどね。あんだけ大々的にやってるってことは何かしらないのかな。早っ相当早いな、あの車。うん、なんだこれ、なんか光ってたな。この先右ですね。大丈夫かな。右か、とスピードを下げて80キロ制限だ。このまま多分ここからまた100キロ制限戻るでしょう。
はい、あと290キロ、もう着きますね。ん、これは車線あるか。ちょっとトラック多いな。入ってきちゃった。わあ、事故ってる事故ってる。危な、事故ですねこれ。危な。追い越し車線で事故ってましたね。あれどういう風なあれで事故ってんだろう。滑ってんのかな。大丈夫か。たまにああいう事故があるんですよね。どうしよう、休まなくていいのかなこれ。まだ予定時間よりかだいぶ早い気もするけど。あー、止まれマーク出てきた。ここかな、ここで休めばいいのかな。行っちゃってるけど AI はいけるんだ。止まりましょう。また検問かな。あー、ここで普通に止まって休憩ですね。これで多分、あー出ましたね、テイクアブレイクを取りたいので、でテイクアブレイクですね。よし、これで休み終わったかな。怖い怖いこの人。後ろからやった方がなんかこのハテナ大丈夫。このちょっと席がおかしいぞこれ。あれ、ちょっと待ってこれ。大変なことになってますね。椅子人間になっちゃってるぞこれ。ちょっと席がおかしい。あれ、最初がこんなことになってました。あ、この分がおかしいのか、席の感覚。今までずっと変だったのかこれ。これで全員かな。ちょっと一人やばそうですけど、なんとか大丈夫そうですね。